牛乳パックを使って不思議なおもちゃからくり紐を作りましょう。今回ご紹介するのは右側の小さい方と同じ作り方で、引き手を桜にしたバージョンです。まず牛乳パックを切り開きます。底の部分は切り落としておきましょう。注ぎ口の部分は折り目から3センチ5ミリのところで切り落としておきます。折り目の幅が7センチなので、中心の3センチ5ミリのところに印を入れます。印をつけたところで折ったり切ったりして、このような形を作ります。まず牛乳パックの折り目1つ半を切り離します。次に先の尖ったもので 3.5 センチの印のところに折り筋を入れます。ここではプッシュピンを使っていますが、先の尖っているものならボールペンでも何でも構いません。筋を入れたところをしっかりと折っていきます。全部折れたら、注ぎ口とは反対側の方にも 3.5 センチのところに折り筋を入れます。牛乳パックの残りの細長い部分を切り取り、真ん中の四角に合わせて両面テープで貼ります。上下の折り目のところは真ん中の部分だけを残して切り取ります。左右の端の四角には8ミリほどのところに切れ込みを入れます。そして折り目から8ミリほど残したところをカッターナイフで切り取ります。切り取った部分は後で引き手を作るのに使うので残しておきましょう。側面になる部分、真ん中3箇所に穴を開ける印を入れます。長さが16センチだったので、真ん中とそこから5センチ離れたところに印を入れました。セロテープを使って組み立てていきます。まず細く切ったところを合わせてセロテープで巻き込むようにしてしっかりと留めます。次に四角い部分で蓋をするようにしっかりと留めます。細く切ったところの端が外れやすいので、ここもしっかりと留めておきましょう。今度は側面に穴を開けていきます。プッシュピンで刺してぐりぐりと回すようにして穴を広げます。針を刺したところを内側から見てみましょう。この状態でぐりぐりと針を回します。このままでは穴が小さくて紐が通りにくいので、尖った鉛筆を使います。鉛筆の中ほどまでぐりぐりと押し込むと、穴が大きくなります。窓を切り取ったところの残りを2センチほどに切ります。さらに上と下に切り込みを入れておきます。これを6枚作ります。切り込みに紐を引っ掛けて1回巻きつけ、セロテープで留めると抜けなくなります。紐は3本用意し、片方の端だけ留めておきます。紐の反対の端に液体のりをつけて固めておくと通しやすくなります。一番上の穴に紐を通したら、その横の穴に出します。筒が細いので通しにくい場合は紐通しなどを使ってください。2番目の紐は上の紐を引っ掛けてから反対側に出します。一番下の紐は真ん中の紐を引っ掛けてから反対側に出します。一番下の紐の端に引き手を巻きつけ、くるくると巻いてピンと引っ張った状態にします。この状態で真ん中の紐を引き、
ピンと引っ張った状態で引き手をつけます。引き手の位置が決まったらセロテープで留めます。次に一番上の引き手をピンと引っ張った状態で同じように紐を巻きつけセロテープで留めます。上と真ん中の引き手の余分な糸を切ったら一番下の引き手を外します。一番上の引き手をピンと引っ張ってセロテープで仮留めしておきます。そして一番下の引き手をピンと引っ張った状態で長さを決め巻きつけたらセロテープで留めます。余分な紐を切ったら仕組みの出来上がりです。紐を引っ張ってみてうまく動くかどうか確かめておきましょう。紐を切らないように気をつけて引き手の余分なところを切り取っておきます。両面テープをつけて桜型に切っておいた花びらを貼ります。この時花びらの先が紐の先に来るように貼ってください。市販の桜シールなどを利用するともっと簡単に作ることができます。上から見たところにきれいな千代紙を四角く切って両面テープで貼り、その上に桜咲くと書いて糊で貼って仕上げました。裏には穴が開いていますので仕組みを見せたくない場合は余った牛乳パックなどを使って穴を塞いでください。穴4つ、紐2本の一番簡単なバージョンも作ってみました。ミニサイズでとても可愛いです。引き手に果物をつけて果物さんって書いてみました。小さいお子さんが喜ぶのではないでしょうか。自分だけのからくり紐を作って遊んだりプレゼントしたりしてみませんか。